皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の布目です。先日の動画で夏限定のフレーバーを発売しますよっていう動画をね、ご発表させていただいたんですけれども、そちらの方にその夏の限定のフレーバーは何なのかっていう、まあクイズですね、クイズ形式でやらせていただいたんですけれども、今回はねそちらの発表をさせていただきたいと思います。まあ夏限定2種類出るんですけど、もう1個がね去年発売させていただいた真夏のおいスイカ風味ですね。こちらともう1点が何なのかっていうのをそれでは発表させていただきたいと思います。じゃじゃーん。正解はですね、はい、まず味がさくらんぼ、さくらんぼで、風味名が、はい、もう一回さくらんぼ風味になります。もう一回さくらんぼ風味ですね。はい、ちょっと難しかったですね。そう、どうですか皆さん、ちょっとね、予想できた人はおられましたでしょうか ね。たくさんのねコメントの方、皆さんいつもありがとうございます。すべて確認させていただきました。で、今回さくらんぼっていうのをね当てていただいたお客様は数名おられたんですけれども、こう名前、フレーバー名ですね、もう一回さくらんぼ風味っていう完璧なところまでね当てたお客様は今回もおられませんでした。まあ、その中でね一番やっぱり近かったかなっていう思う方にこうプレゼントしたいかなと思うんで、早速発表させていただきましょうかね。はい、1人目、じゃん、ポジティブさん、ポジティブさんおめでとうございます。おめでとうございます。ポジティブさんはまず果物のね、さくらんぼっていうのを、うん、ひらがなでしっかりさくらんぼって書いてくださってました。味がさくらんぼになっていて、はい、でフレーバー名が真夏に恋するチェリー風味。なるほど。まあ、このさくらんぼのねところがひらがなっていうところが、ね、このポジティブさんだけだったと思うんで、このポジティブさんにプレゼントさせていただきたいと思います。で、あと2人どうしましょうかね。布目賞と染目田賞でそれぞれ選ばせていただこうかなっていうふうに思います。はい、はい、じゃあまず染目田賞からお願いします。染目田賞ですね、これ難しいんですよねもうさくらんぼとね当てられてた方が何名かおられてて、これその方に渡してあげたいなっていう部分があるんですけど、めっちゃ悩んでるじゃないですか。そうなんですよ。そう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 、コメント欄見てたら染田さんジムで発見しましたっていうのが見かけたんですけど、これどこのジムかちょっと分かんないんですけど、もうぜひジムで見かけた時は声かけてもらって大丈夫なんで、ちょっと多分ね音楽聴きながらこう集中してやってて、なんかちょっと近づきにくいオーラとか出してるかもしれないんですけど、全然染田さんですよねって言っていただいたら楽しくお話できると思いますんで、はい、その辺また、ね、お待ちしておりますんで、はい、場所はくれないさん、ぜひお声掛けいただければと思います。で、染田賞、よし、この人に引き出します。野崎和志様、おめでとうございます。理由としましては、しっかりさくらんぼっていうのを書いてくださってたっていうのと、まあ、ちょっとカタカナで書かれてたんですけど、でもう一点ちゃんと風味名もしっかり書かれてたっていうのが選考のポイントですね。真夏のチェリーに恋しちゃうバージョン、これ完全にあれですよね、種も入ってたねバージョンのオマージュ、オマージュですかね、はい。じゃあ最後に布目賞、はい、聞かせていただきましょう。私はですね、はい、あとこれ私も読んでてですね、うん、会社のチームメンバーが布目さんそっくりで本人も認めるくらいそっくりなので布目賞くださいって答えるんですけど、会社の方すごい気になりますね。ヨシ N さんですかね。ヨシ N さん、はい、その会社の方気になります。はい、なんですが、布目賞はですね、ちょっと一番面白かったなっていうのでまた行かせていただきたいと思います。はい、ですね、発表します。準優勝候補プライムカップさんです。お、ありがとうございます。ですね、この方は、味は梨で、フレーバー名が梨だけどアリ風味ちょっと私が面白かったなと思って、なんすかね梨だけどアリ何やろちょっと面白いなって個人的にちょっとツボでした。で、今回こう
当選者を発表させていただいたんですけれども、また前回の動画ですかね、前回の動画 の名前書いてくれたところの方に、コメントをこちらから返信いたしますんで、そちら の返信見ていただければ、送付情報とかの手続きとかこちらでさせていただこうと思いますんで、前回の記入していただいた、動画の方のコメント欄の方をご確認いただければと思います。で、こちらの商品の発売日の情報なんですけれども、こちら両商品とも7月10日の水曜日ですね、お昼12時より販売となります。で、各3200円ずつになるんですけれども、この夏限定の販売記念としてね、真夏の追いすぎか風味ともう一回さくらんぼ風味を2点セット売りのものを選んでいただいたら、シェーカーがつくセット販売もございますんで、両方試したい方はそちら買っていただいたら、シェーカーがタダでついてくるんで、非常にお得になっておりますんで、そちらを選んでいただければと思います。あれですね、単品でそれぞれカゴに入れてもダメなんですね。ちょっとセットのやつでシェーカーがついてるっていうのを選んでいただかないとついてこないので、 そこだけご注意いただければと思います。そうですね、公式のところにしっかりセット売りのやつがあるんで、そこから購入してください。それとあと7月、ね、9日から東京の、ね、ビッグサイトでスポルテックってい こうイベントにビーレジェンド参加してブースを出展するんですけれども、そちらの方でも販売しておりますんで、もしねスポルテックに来られる方、そちらでもお買い求めいただけますんで、購入していただければと思います。これからどんどん新しいフレーバーが出てくるかと思いますんで、こういうキャンペーンというかイベント、クイズとかいろいろやっていきたいかと思っておりますんでね、ぜひチャンネル登録して、またそういうねイベントを待っていただければと思います。それでは今日の動画が良かったっていう方は、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。